これより中間テストを始めたいと思う、えー、みんな普段ゲームしたり漫画読んだりして遊んでるけど学校の勉強はちゃんとやってるんだよねそそそそりゃあ,あ当たり前だろう勉強しかしてないよ漢字何でも読めちゃうよ俺は毎日コツコツやってるけど裏切り俺はもう中間テストとかやらない年齢のお兄さんだから裏切り 君久しぶりに中学や高校のテストを受けてみたら案外解けないものだよまあ確かになでもほら俺今日忙しくてやれなんではいということで七森先生がテストを作ってきました今からことわざの問題を解いてもらいますことわざかわいい子には恋をしちゃう石の上にもサンバナナ焼け石にあれ 泣きっ面に塩やめてあげてもうダメだみんなおバカさんなのかもしれないおバカ6人に名前を変えた方がいいかもしれないはぁ、あ、兄ちゃん大丈夫や俺を信じてね、えー、でも俺はできる子やでえーじゃあ聞くわ一時の恥聞かぬは松代の恥坊主憎けりゃけさまで憎い3人寄れば文司の知恵、うん、みんなジェル君を見習ってしっかりことわざを覚えていこう